どうもメリッサです。今回はワールドスターセレクションで引き当てることのできた大谷翔平選手を使ってリアルタイム対戦の方をやっていきたいと思います。昨年以前の大谷選手と比べて能力アップして登場してくれた大谷選手なんですけど、まあもう今年の活躍を見ればね、もう当たり前というか当然というか必然というか、まあ、何の違和感もなくパワー走力アップしてきましたね。いや、この能力査定には納得でございます。改めて能力確認しておきますと、弾道がアーチスト、ミート A、 パワー A、 これはもともとですね、めちゃめちゃ能力高いです。で、走力がね A 狙えるんですよ。今回ちょっと称号チャレンジマジでトツコーチ貴重なんでちょしないんですけど、大谷選手の A ランクねちょっとないんで、はい、まあオール A のオール A 谷、 A 谷翔平が完成するということで、いやこれ本当にかっこいいですよね。稲妻とか電光石火とかラン&ガン決められたらマジで本当にかっこいい大谷選手が完成すると思いますので、ぜひとも称号チャレンジできる人は頑張ってみてください。なんて言ったって大谷野手の強さはここですよ。超高アーチ、もう最強の並びですね。この高いミートパワー、めちゃめちゃ高いミートパワーに超高アーチ、ホームランが一番打ちやすい選手と言っても過言ではないですね。足も速いですし、最高の一番バッターと言って差し支えないのではないでしょうか。結構ね質問あるんですけどね、大谷選手適正打順は何番ですかという質問結構いただくんですけど、基本的に何番でも大丈夫です。僕は1番で使おうと思っております。糸井さんとか柳田さんとの兼ね合いどうするんですかと、そう考えるとまあ難しいところではあるんですけど、いや大谷選手1番になる可能性非常に高いですね。やっぱこのねホームランがあるっていうのがでかいんですよね。広角打法持ってますし、うん、やっぱそこら辺がやっぱ強いと思うので、今回はね、まあ、ガチオーダー、ほぼガチオーダーの方で、はい、1番で大谷選手を使っていきたいと思います。いや、えぐいホームランマジで期待したいですね。ってことで、ホームランに期待しつつ、はい、ランク戦の方やっていきたいと思いますので、ぜひとも動画を最後までよろしくお願いします。それでは1試合目のやっていきたいと思います。どうぞ。はい、それでは1試合目の方やっていきたいと思います。最強1番バッター大谷翔平登場ということで、先頭打者ホームランをかましていきたいと思います。相手投手は田中将大投手ですね。さあ、特殊能力何も出なかったけど、まあパワー85あればね楽勝です、はい、ホームラン楽勝です、はい、初打席初ホームラン飾りたいな。初打席初ホームラン絶対打つ、集中、行ったべ。うわー、マジかー。いや、いいよ、今の感じ、今の感じこんな感じよ、マジで。よし、狙います。うわ、ボールか。いやー、これはしょうがない、マジで。いやー、今見逃してもどうせフォアボールだし、いや、ボール球ホームランなんないからな、勝負しょうがないとこある。いやー、まあまあ、大ファール見れたからオッケーじゃね、うん。2打席目もあるでしょ、多分、うん、ボール球若干きついですね。オッケー、ナイス、ボール球ヒット。落合さん天才だな、マジ。いや、大谷選手どこで何番で起用しますかっていう質問結構届くんですけど、個人的にはまあどこでもいいと思ってて、特に1番はおすすめですね。やはりやっぱ一番打ちやすい打者を1番に置くっていうのは、まあ、全然ねセオリー的にありだと思いますし、まあまあまあもう初回からねバンバンホームラン打っちゃえばいい話なんで。うわい、ナイスホームラン、素晴らしいね。オッケー。いや、今までね一度も獲得したことがなかった大谷野手なので、大谷選手なので、いやー今回獲得できてめちゃめちゃ嬉しかったですね。いや、ガチャでゲットできなかった時もどうしようと思いました、正直、うん、どうしようというかね。うわ、入ってるか。正直ちょっと来るものが、あー、ミスった。いやー、ってことでしっかり守っていきたいと思います。さあ、こっちの守りですね。で、大谷選手ライトでの起用どうですかとか結構聞かれたりするんですけど、まあ、正直守備はあまり使い物にはならないですね。まあ、言い方があれですけど、ちょっと弱いところがあると思います。ライトの守備 D なんですけど、まあ、特殊で C に乗せたとしても動きはねやっぱかなり悪いですね。うん、やっぱ C といっても最低値の60ですし、やっぱ相手がね大谷選手を守備に使わしてると結構ラッキーだなと、うん、やっぱ抜けやすいのでね、いや動きはねかなり悪いです、正直。おー、うまい。相手がね大谷野手を、
ライトとかで起用してると、まあラッキーだなーって思っちゃいますね。こんな早くゲットできるとは思わなかったな。はい、素晴らしい。オッケー。繋いでこ、繋いでこ。で、広角の方の坂本林選手。今日の夜ね、生放送で大谷選手使って、もうどんどん擦るよ、俺は。うん。大谷選手のネタを擦りまくる。うん。よし、もうだ。大谷で再生回数稼いで、おい、よく見た、素晴らしい、ナイス戦。いや、実際大谷選手の動画みんな見たいでしょ。プロスピやってない人でもね、この動画見てる人結構いるんじゃないですかね。お、相手同士は宮西投手ですね。宮西投手。このね、大谷フィーバーにあやかって、はい、動画投稿頑張っていきたいと思います。でやってるんですけど、まあ実はね、素晴らしい。ナイスバッティング。まあ、ちなみにその時は結構打てた。うん、あー、大谷選手じゃない。山崎武史選手、ナイス満塁ホームラン。さあ、大谷だ。うん、さあ、変化量マイナス1。アーチストでパワー S。え？もう夜中の3時45分なのに、撮影早めに終わらせてよ。ってことで対戦ありがとうございました。2試合目に入りたいと思います。さあ、2試合目の方やっていきたいと思います。相手投手は菅野智之投手ですね。さあ、ホームラン打つぞ。え、いやー、マジかー。え？って言っちゃった、打つ前に。いや、失投ホームランでできなかった。いやー、マジでもったいないけど、もったいないけど、しっかりと。え？あれ？そういう感じ？そういう感じね。なるほどね。だけど、ホームラン一本も打てない。あ、そういう感じかな？ねえ、どういう感じ？お、あーん、3試合目入りたいと思います。対戦ありがとうございました。さあ、3試合目の方やっていきたいと思います。なんとなんと、相手もね。おぉ、稲妻大谷、やば！オール A の大谷、めちゃめちゃかっこいいな、ってことで。いや、もうね、大谷に打たれるわけにはいかんのよ。うん。よし、ナイス！藤浪対大谷対決。藤浪慎太郎は制す。素晴らしい。ってことで、じゃあ、こっちの大谷選手はホームラン打っちゃいましょうか。さあ、いやー、特能なんも出ないか。まあ、なんも出なくてもね、全然打てるのが大谷選手ですので。さあ、張り切っていきたい。この試合で決めるぞ。相手同士はマー君。絶対この試合で決める。風は追い風。相手は長打警戒。条件はすべて揃った。あ、べ。条件はすべて揃った。素晴らしい。いやー、クリーンヒット。まあ、悪くないかな。うん、ナイスナイス。あー、まあ、ちょっと、と微妙。正直ホームラン狙ってたから。まあ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 いいでしょう。素晴らしいクリーンヒットですね。まあこのね、打球の鋭さですよ。うん。ラインドライブとアーチストを掛け合わせたかのような素晴らしいヒット。ありがとうございます。よし。オッケー。マー君のツーシームをしっかり捉えていく。さあ、この試合とりあえずコールド勝ちしようか。は？ガチ？そんなことある？よし、抜ける抜ける。うわ、うまっ。いや、マジか。やばいな、ちょっと。いや、この試合勝たないと。やばい。いや、くそー。いやー、これはマジでついてないって。いやー、しょうがない。いや、もう俺はね、この試合で大谷選手さよならヒット打つわ。宣言。大谷選手でさよならヒット打つ。よし、これを目標にやっていくわ。2点差で負けております。正直やばいな。うん。初回の攻撃がね、まあしょうがない。おい、ナイス！惜しかったね。オッケーオッケーオッケー。最近ね、ランク戦の調子めちゃめちゃいいんですよ。生放送の方でね、めちゃめちゃやり込んでるので、はい。生放送の方にもね、遊びに来ていただけると嬉しいです。いけいけ、ワーファールか。正直、2アウトになっても大丈夫。うん。大谷選手、とにかく回したいわ、今日。この試合は。落ちる落ちる。いやー、神。神すぎる。いやー、どうなる？シングルヒットでなんとか。シングル、シングル。え？やばいって。こんなことある？マジで。これ、実質2アウト交代やんけ。よし。オッケー、同点ホームラン。危ねえ。ナイス。よし。いや、はい。いや、3回裏の
いや大谷選手に託そう。あー入ってるか今の。でかい。オッケーナイス。相手の大谷選手に打たせるわけにはいかないわ。写真かボール球。いやーちょっと声かけた方が今日出てないな。ちょっとうん、相手の大谷選手に打たせるわけにはいかないよマジ。よし取れる。でかいナイス。しっかりオッケー、しっかり0点でいこう。0点で。よしナイス。オッケー、大谷選手からだよ次。これはもらったでしょ。さあ相手同士は金子千尋投手ホームラン。いやマジ広角出ねえなー。それだけちょっとあれなんすけど、まあ生放送の方で前出してもらいたいですね。よし、オッケー。いやフォアボールやめて、フォアボールやめて。来た。いやーミスったか、ちょっと早かったか。オッケー、弱いナイス。落合博光しか勝たん。岡本首里通りやったらいけるよ、全然いけるよ。大谷さん、え、もしかして